杉井酒造は、静岡県藤枝市小石川町に工場と本社を置く、日本の酒造会社である。千八百四十二年、杉井本家から分家した、初代、杉井彩助は、高須村で商いを始める。その後、明治初期頃から酒造りを開始した。明治期には、石川県の能登当時により、銘柄、亀川を、大正期には、長野県の小谷当時により、銘柄、杉、 正宗を昭和期から現在まで岩手県の南部当時によって銘柄、杉西樹ブランドの日本酒と焼酎、みりんを製造販売する老舗酒造メーカーである。酒造、杉西樹店舗を13年創業の杉井酒造は亀川、杉、正宗、杉西樹と商品を変えながら地酒として親しまれてきた。毎年11月になると当時の酒造り歌が聞かれる。 大正8年までは、石川県のと当時が来た。その後志田当時、長野県を渡り当時と移り変わり、現在東北の南部当時がやってくる。当時集団は当時、頭、工事屋、月屋、屋、働きと呼ばれる技術者たちで、中には桶屋を加える集団もあった。写真は、大正初期の野と当時。南部酒造家止め付き歌とうろりーとうろりーへ今つく。 止めでお酒で作りてやあえ。江戸に出すよう江戸出す酒名の良いお酒酒は、剣美しすぎ金は温度おまわりやあえ文句の良いとこ。頼みます温度が来たよだ皆様頼む。そろたそろたよ若手が揃うたよ。秋の出水よりなほそろた。八木ひろゆき、野本寛一共編。写真集。明治大正昭和藤枝昭和55年より抜粋。 杉西式金賞受賞2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。